キビコナシは古墳時代の5世紀後半の皇族、キビシモツミチ氏の一人で、清は新、コナシ神とも、日本初期巻第14によると、有略天皇8年、白ラは大和政権に対抗すべく、コウクリに援軍を求めた。だが、たまたま帰国したコウクリ人の不注意な言葉により、コウクリには白ラを征服する意図があることが判明した。 このことを知った、白木人の馬会は、その高栗人の隙をついて脱走し、白木国内に真相を伝えた。これを聞いた国王は、恩取りを殺せと命令し、白木国内の高栗人を虐殺させた。しかし、生き残りの一名が高栗に逃亡し、国中に事態をつぶさに伝えた。高栗王は軍病を起こして、白木国内部各まで攻め込んできた。白木王は、 ミマナの王のもとに使いを使わし、救援を求めた。ミマナ王が援軍として推薦した将軍は、柏でのイカル、ナンバー騎士、赤目子、そして、厳しいこなしであった。厳しは前年、厳し上等多さ弟君親子の離反や、厳した道前、津屋の討伐があったばかりで、朝廷に対して苦しい立場であったことであろうと思われる。そのため、 粉しはぜひともこの戦役で成果を上げなければならなかったと推測される。高空軍は未満な日本府からの派遣軍を恐れていた。日本府の将軍たちは兵士をねぎらいつつ、10日余り、婦人していたが地道、下つ道を作り、市長を送り、騎兵を設置し、夜明けにわざと撤退したかに見せかけた。高空軍が日本府の軍を追撃したところを騎兵で挟み撃ちにし、 大打撃を与えた、という。かくして、白木救援作戦は成功しきびもその面目を保ったのであった。ありがとうございます。